はいどうも、長底レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン。はい、ディミニアというか、まあこれは犯行現場の再現コンボですね、になります。はい、今の環境ですね、ボロスミッドレンジというデッキが出てきたじゃないですか。昨日だったか一昨日だったか、私も紹介したと思うんですけど、はい、まあきついんですよね、デッキ組もうとした時にあれが。はい、まあそれだけじゃなくて赤弾とかも相当きついんですよ。赤弾とかボロス召集とかもきつくて、で、じゃあどうやって対抗しようかっていうと、今の環境って実はなんですけどカウンター少ないんですよね。まあ使ってくるのがアドリウスファクトぐらい、純正コントロールがあんまいない環境ではあるってことで、カウンターがすごい少ないんですよ。ってことで、まあこういうコンボデッキ自体の通りはすごいいいんですよね。はい、まあ BO3 までいくとね、レストインピースか、レストインピースで墓地目指されるんで、このコンボ通んなくなるんですけど、まあ BO1 においてはこのコンボ結構強くて、はい、何がいいかっていうと、このデッキって最速1004で動くんですよね。2ターン目にこの、収集家の保管庫を置いて、3ターン目起動、4ターン目起動からこの犯行現場の再現もしくは鏡に願いをからスタートすれば、一応ね、多元宇宙の突破からこの辺通ってみたいな動きができるんですよ。はい、ってことで、一応なんですけど、このデッキって最速4ターンなんですよね。で、今の環境における最速4ターンって何がでかいかっていうと、ボロス召集、まあジェスカイ召集が1004じゃ絶対、あと3か、5手3ターン目じゃ何をどうあがいても絶対に勝てないんですよ。はい。ってことで、まあボロス召集相手はまあ、ね、引くものを引く前提ですけど、まあ向こうも引くものを引く前提ですからね。まあこの辺使いながら、まあ除霊対抗すると。で、じゃあ赤弾とかはどうなのかっていうと、今の赤弾って結構BO1 の場合はね、パンプアップしながらどうこうっていう軸がすごい多いんで、除去さえ2枚3枚通せばね、まあ4ターン目5ターン目ぐらいまではゲームさせてくれるんです。はい、まあそこにまあこの辺のね、5ターン目とかにボーンみたいなことができる感じのね、カード置いておけばなんとかなるかなというお話と、ボロスのミッドレンジとかですね、コントロールとかミッドレンジとかなんですけど、このデッキって遅いデッキ相手、カウンターがない遅いデッキ相手にめちゃくちゃ強いんですよ。向こうがウセロ構えようがヘリックス構えようが関係ないんですね、このデッキ。はい、ってことで、まあ本当にね、今の環境的にはマッチしてるデッキの一つなのかなと思います。で、このデッキでするコンボなんですけど、まあ何するかっていうと、まあ、収集家の保管庫だったりとかベリアンとかをね、ディスカードで多元宇宙の突破を落として、犯行現場の再現から、まあ、多元宇宙の突破を唱えて、でそこからね、陰謀の解明者とか使いながら、まあ、鏡に願いとかアトラスタとか使って、まあ、現場とかね、多元宇宙の突破とかをサーチしながら墓地のカード10枚ずつ落としてって、で最終的に、相手のエローで勝つっていうね、陰キャの極みみたいなデッキではあるんですが、はい、まあ対コントロール以外には、結構強めな、今の環境的には相当強いですね。前までのエスパーミットとかのカウンターあるアグロデッキみたいなやつがあんまいないっていうのもありまして、はい、まあ、4ターン目5ターン目まで、続けば一応このデッキも勝つことができるっていう、まあいいデッキであると思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやっていました。勝率多分6割ぐらいですね。なんかこれ使うとボロスのミッドエンジンに当たんなくなりましたね。なんでしょうかね。はい、対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手ですけど、ハンド自体はキープかなと思います。欲しいところのうちの1枚は引けてますからね、ヒビもね。まああんまあいつは関係ないですね。一応先にこっちから置いておきます。相手がコウモリとか飛んできた時にね、こっちの方がメリットがあるんで、でチビ骨はしばらく放置でいいですね。うん、まあこれは地下街の下水道は4ターン目に置きたいんで、うん、5ターン目か、土地が引けるならそっち側でいいかなと思います。苦、まあまあまあこれでいいか。まあ陰謀の解明者を捨てるでそんなに問題はないとは思ってるんで、うん、別に相手これ使えないですからね。アンタップインの青土地が積もれるのが一番でかいか今は。うん、相手にベリアナとかでハンデスされた時のこと考えたら、一応アンタップにアウト値が積もれるのが一番でかいとは思います。テキラで調査員、
切り崩し落としとくか。ほい、ハンデスも結構あることが判明したんで、のど首はもういらないですね。陰謀の解明者は捨てるでいいので、次のターン相手が反撃してきたら相当楽になります。お、いいね。このデッキ相手に反撃してはいけないことを思い知らせてやる必要がありますね。多元位置の突破だけ持っとけばいいとは思うんで、はい。さっきのターン欲しかったですね、これは。まあ置いときますか。ほい。相手の手札に多分のど首とか1枚はあると思っていいです。あると思っていいんですけど、とりあえずこんなことをしてあげると向こう殴ってきますよね。じゃあ使いますか。これインスタントで使えるんで、まあ除去1枚は確定であると思っていいと思ってるんで。ほい、アゲン宇宙。一旦アトラクサでいいかな。まあアクロゾスは確定の、陰謀の解明者とかでもいいですけど、アトラクサの方が強そうですね。こっちの方が強そうな気がします。まあアーティファクト、クリーチャー、インスタント、はいはい。別にこれアクロゾスブロックする必要ないんで、なんもなければ私はこれで殴ります。まあベリアナとか持ってかれたとしても特に問題はないかな。もうそういうゲームじゃないですね。これベリアナ持ってきゃよかったのに。パーマネントですよね確か。対戦相手投了と。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。キープするしかない手札ですね。キープしましょう。まあ一応、時間さえかけれればなんとかなる感じだと思うので、まあ情報ランドから入っちゃいましょうか。土地は欲しいか。赤黒。アグロだとは思うんですけど、トカゲの方ですね。トカゲならもうこっちからでいいか。トカゲなら保管庫で大丈夫だと思います。置物破壊、まあアブレードあたりが飛んでくる可能性はあるんですけど、まあこの辺に使ってくれるならそれはそれで OK かな。バドミル、なんかもっとあれですね、ならず者というかあっちのシナジーの方できましたね。まあとりあえず土地はありますと。バドミル落としとくのも手ですか。まあ何もないならしばらく投資なんですけど、残り10。リアに、まあとりあえず保管庫起動しましょう。捨てるのはまあ解明者かなですね。ターンもらって苦々。まあこのターンは一旦除去のターンでいいかなと思います。さすがにダメージ受けすぎですからね。まあ一旦のどくてか、手札にレジェンダリーかぶってるんじゃないかな。まあカウンターする気はないんで、捨てるのはタップイン土地でいいかな。アトラクサだけはもうちょっとしたら普通に素出しする可能性があるんで残しましょうか。はい、薬瓶、まあ やっぱりそうですよね。かぶっとるんやろうなーっていう気はしましたけど、予想通りでしたね。手札にのど首はある前提でいいかな。1、2、3、4、5、6。
6、7、レジェンダリーというか、これが1体だけなら別に次のターン死にはしないんですよ。収集か鏡に願いをのスキャストの方が強いんじゃないかな。多元宇宙拾っておきます。エンドで。レジェンダリー2枚だったら負けです。レジェンダリーというか無法物2枚なら負けですけど、そうじゃないならライフが持ってるはずなんで、で手札に1枚はのどくびがあると思っていいんですよ。はい、ヒガラスの投資1点。これ先置きだったらめちゃくちゃめんどくさかったんですけどね。ターンもらって、ああいいですね。これだったらのど首1枚しか打てないんで、さすがに勝ったかなと思います。はい、解明者と相手の墓地からなんでもいいなで先解明者をもう一回立てましょう。4222でいっか。ついでに邪魔そうな土地は消しときますか。これでのど首があっても大丈夫で、これは犯行現場と、まあ、陰謀でいいかな。犯行現場が追加できたんでチェイン確定ですね。まあ、鏡願いをも後々チェインに使えるんで持っておきましょう。はい、まあ、犯行現場の再現、まあ、対象これの7に、あーびっくりした、ちょっと待って、あ、対戦で投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。後手除去ないですけど、この手札キープしかなさそうかな。緑カエルですか、珍しいですね。まあベリアナ、うん、ベリアナあんまっさるイメージないんですけどね、カエルに。まあ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 、ないよりはマシ。ミドタンですか、あーなんか見たことある気がする。まあ一旦、収集家の保管庫から行きましょう。どっかで除去とか積もれればそれはそれで OK ではあるんで、うん、あと3ターン死なないならなんとかなるんですよね。ほい、まあここ置いてエンドでいいかな。アトラクサ持っとく。鏡に願いを捨てるで問題ないかな。風は赤、あ、緑なんだ。これは完全に面倒なことになりましたね割っては来ない。次のターンに私は死ぬんですよ。必要なもん引けなければ。タップインはいらないです。いやまあ最悪ニッサ処理する手段はあるんですけどね。あんまり痛い動きではないですね。まあやるしかないか。え8、9、10、11、12、13、14、上振れを目指すかどうかですね。いや、いけるか、いけますね。うん、多元宇宙切った。鏡に願いを、強薬、これでまあ一応上振れ前提ではあるんですが、犯行現場の再現使って多元宇宙の突破。ほい、陰謀の解明者が引けたんでなんとかなりそうですね。これは一旦三つ子にするか。うん、もしかしたらなんとかなるかもしれませんからね、ブロックで。こっちはもう全部食いましょう。で、この辺は使わないので使っちゃって OK ですね。うん、とりあえずなかったと。
まあ苦々が持っとけば最悪なんとかなるので、まあこの4枚でよくて、7鏡に願いをでいいかな。うん、ここに強薬の種が増えましたね、なんか知らんけど。多元宇宙の突破とアトラクサでいいかな。14マナですけど、まあいいでしょう。犯行現場の再現から、もう一回多元宇宙の突破、ほい、殴って勝ってそうな雰囲気はありますけどね。相手の墓地からとりあえずニッサ持ってくるか。ニッサと29枚、まあ言うてジェイスかな。うん、いやー今回コストちょっと弱めか。まあアトラクサ出し直して、アトラクサ墓地送ってでいいか。42と土地と4ですね。うん、ほい、まあ犯行現場と、多元宇宙引けましたね。ならさすがにいったんじゃないかな。16枚19枚、多元宇宙の突破、これも別に何か出す必要はないです。マナコストがあるカードさえ落ちれば OK なんで、うん、まあ、これは適当にアルマジロあたりにしときますか。ほい、マナコストがあるカードさえ落ちればもう一回の犯行現場で多元宇宙使えるんで、4ストップ、危な。多元宇宙の突破選んで、4 1 1 2 2、ほい、相手が悲しんでますね。怒ってんのかこれは。悪いことしたなという気持ちはあります、ちょっとだけ。ちょっとだけ悪いことしたなっていう気持ちはありますが、まあ、まあ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 別にこれじゃなくても勝つんでね、私は。一応プラスとプラスして適当に落としてカード1枚落として勝ちですね。いやまあ本当はね、もっと詰めるならベリアナもう1枚出して苦々しい勝利とか使ってニッサまで落とすんですけどね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、まあこのデッキの強みっていうか、まあ一気にまあ盤面空の状態から勝つことができるっていうのは今の環境にすごい合ってるのかなと思います。全体軸とかめちゃくちゃ飛んできますからね。うん、今の環境マジで全体軸バン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 飛んでくるんで、太陽効果とかね含めて盤面で展開しながらするコンボデッキってすごい使いづらいんですよね。ゴルガリミットとかのコンボとかもあんま決まんないっていうのはあるじゃないですか。まああれは別にミッドレンジでねコンボしなくても勝てるっていうのはでかいんですけど、はい、ただやっぱりね、ウセロだったりとかのドクビだったりとかのピン除去が飛んでくる環境ではあるんで、そこに対してはやっぱりこういうね盤面空の状態から一発でコンボ決めるっていうのがすごいでかいんですよ。で、かつこのデッキってピン除去に対する耐性が結構あって、1枚だけ構えるぐらいだったらハンド次第でいくらでも解決できるんですよね。陰謀の解明者置いてます、じゃあそこにね、多元宇宙の突破打ってます、じゃあそこにスタックへ除去って意味あるんですかみたいな話とかだったりとか、そういうので結構ピン除去への耐性がでかいっていうのはこのデッキのポイントかなと思いますね。はい、まあそれだけじゃなくて、一応アトラクサリアニとかを4ターン目とかにすること自体も可能なんですよ。まあそうするとね、対赤弾とかでもちゃんと勝つこと自体はできますし、はい、まあそこ以外の対面ですね、に対しても、まあ多元宇宙の突破から相手のカードパクったりとか、陰謀の解明者の飛行のね、こいつはサイズでかいんで、サイズでかいやつ突破できないみたいなところに対しても結構強めに立ち回ること自体は可能なのかなと思います。はい、まあそれ以外もですね、LO で勝つデッキではあるんで、はい、盤面とか本当に関係ないですし、まあやろうと思ったらボロス召集とかはね、相手の芋電パクってきて速攻でぶん殴ったら勝ちみたいなこともあったりはするんですけど、まあそれでも非常に強力なデッキではあるのかなと思います。はい、ただやっぱりこのデッキコンボデッキではあるっていうのと、この収集家の保管庫の引き次第引き村っていうのに結構左右されて、
あのこっちは観光現場の再現とかね、鏡に願いをとかはいくらでも弾けるんですよ。8枚、合計8枚あるんでね。ただこっちの収集家の保管庫ですね、これがなかなか弾けないってことがすごい多いんで、はい、まあなんでね、これ弾けるだったりとか、まあ他にもね、なんかこういうルーター絡み、ニコストルーター絡みとか入れてあげるっていうのも手ではあるんですけど、今の環境、ニコストのクリーチャーを置くよりもちゃんとニコストで除去した方が強い環境ではあると思うので、まあその辺は一長一短なのかなっていう気はしますね。はい、まだまだ調整幅自体はあると思いますし、遊びがいがあるデッキだと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは。